ワールドオブタンクスブリッツ動画パート50になります。今回はアメリカテア10駆逐戦車 T110A3 で出撃。この戦いはテア10のみのマッチング。マップはアルペンシュタット、南西スタート。初動は町側に向かいます。主砲は 155mm 砲。単発火力が高く、貫通力も高いです。おまけに課金弾は、同格駆逐の中では珍しく、APCR で、これまたとんでもない貫通力を有しています。深くも8度と十分取れるので、使い勝手がいいです。ただ、装填時間はかなり長く、一発外してしまうと敵に大きな隙を与えてしまうので、注意が必要ですね。味方が快適し始めましたね。私は陣地に入れそうなので、占領ポイントを貯めておきます。ポイントが溜まってくると、敵にとってはプレッシャーになります。占領を切るために、危険な動きもせざるを得なくなってきますからね。右にも左にも、味方がいてくれてるので、敵が占領切りに来るとしたら、前から、警戒しておきます。単発火力は高い部類なので、単発交換になったとしても悪くありません。擬態を切られても、直せる消耗品が2つあるので、擬態跳ねはされないでしょう。正面装甲は非常に硬く、かなり信頼できます。ただし、車体下部の装甲が薄めで、明確な弱点となっているので、うまく隠していきたいところ。本来は、前線でハルダウンしながら戦うのが理想ですね。ここのワンパンマンさんの動き、ナイスでした。占領を切りに来たであろう E4 の兵頭を買いつつ、うまく牽制してくれました。機動性は前身の T95 から大幅に改善され、重戦車についていく程度であれば困らなくなりました。とは言っても固定砲塔の重駆逐戦車です。あっさり NDK されてしまうので、孤立は避けましょう。あの E4、そろそろ強引にこちらに来そうですね。構えておきます。お、AMX3、ナイスです。すっかり枚数差もついて、残党狩りムードです。今回は序盤から味方がみんな優秀でしたね。素晴らしいです。ありがとうございます。ただ、せっかくここまで占領したので、できれば占領勝ちで終わりたいところ。でなければ私、今回何もしてないので、経験値ゼロになってしまいます。弾は撃ってすらいないですし。やった、間に合った。遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今回、一回も発見されず、一人で占領しきったので、珍しい勲章をいただきました。今回もご視聴、ありがとうございました。ではまた。